なぜだ。俺が仕上げたマーキナー。こんな状況で周辺環境の解析は完璧だ。俺のライディングを完全にアシストしている。奴は来ていない。なんであんな走りができるんだ。このままでは勝てない。このバリオンがよみがえれば、私だ。やはりな。11分後にそちらへ行く。奪われたマキナを回収しておけ。おかえり。ご飯は？バイト先で食べました。お姉寝ちゃった？私の MT 見てもらいたいんだけど。ん？今日懐かしい人がお店に来たのよ。エイカはダンのニューマシーンの納車準備をしてとっくに寝たわ。朝一で渡したいんだって。さあ今日は早くお風呂入って寝なさい。明日朝早くにいただけ物あったんだよね。7時半に未宿よ。よろしくね。はあ、早く寝なきゃ。ではおやすみ。おやすみ。ダン。月之助の娘、お前が我が社を嗅ぎ回っていることは知っていた。ヒューが見つけに。どうだったかな、マーキナーの着心地は。そうまでして知りたいかね。当たり前よ。私のパパはあなたに開発失敗の汚名を着せられたまま、ダンのお父さんお母さんだってあなたの実験の被害者なのよ。何を言ってんだ。私はあなたが闇に葬ったマーキナー開発の真相を暴く。そして父の汚名を注ぐの。そうか。ならば教えてやろう。ただしその答えは富士山麓にある。
で。ちょっと待ってくれ。何の話だ。俺の両親か。どういうことだ。何を話してる。アーモーダン、お前は本日付でマキナ研究所へ移動とする。富士山麓へ行け。は？何言ってんだ。答えになってないぜ。何暗い顔してんだ、ダン。父さん。学校で何かあったのか。俺らチームじゃねえか。家族だろ。俺はこのチームが大事なんだ。お前らを絶対守ってやる。待ってくれ。黙っていなくなっちまったんだ。守るって言ったじゃないか。その答えは富士山麓にある。
ピッカピカ。ダンも喜ぶぞ。エイカオねー。ウーカ、朝一の扱いからただいま戻りました。私の MT 見てもらいたいところがあるんだけど。うん、任せとけ。ダンのニューマシン、もう乗れるの？ウーカ、お前にはまだ早いって。ちぇ、おっと、もう8時じゃん。ダンのやつ起こさないとまた遅刻すっぞ。あ、起きた。ダン、おはよう。納車されたトレーサーの整備バッチリ済んでる。誰あんた？うわ、女！ダンの部屋から女だな。うるさい。ちょっと、いい加減にしなさい。誰はあんたよ。ダンはどこ？ダン、待って。ダン。あの時すでに孝太郎様の魂は離脱状態でした。前もって光圀様にヘリを出すご指示をいただいておりましたので、無事孝太郎様のフィジカルは守られました。私はこれから孝太郎様の様子を伺ってまいります。ご報告は後ほどさせていただきます。必要ない、行け。知るか。お母さんもちょっと出てくるって言って戻ってこないし、あのマキナって人もダンを追って出てっちゃったし、ただいま。もうすぐに戻るって言ったのに、どこ行ってたのよ。ブー。ダン、待って。いつまで耳を塞いでいるつもり？自分の親たちに何があったのか知りたくはないの？知ってどうなる。え、今さら知ったところで奪われたあの日々が帰ってくるとでも言うのか。
クビにしてください。え、俺は研究所へは行きません。与えられた定めを受け入れる覚悟がないか。俺の人生はとうの昔に終わってますか。では一つ教えてやる。日向幸太郎は天羽外の息子つまりお前の弟だ。私の実の息子ではない。まさかそんな。私は月之助とお前の両親と共にチームを組み、究極のライディングスーツの開発に取り組んだ。チーム。このスーツは己の望むまま誰もがアスリートの能力を手に入れることができる。人は技術の力によって肉体の制約からやっと自由になる。ついに解放されるのだ。我々には志があった。だが実験中に不良のアクシデントが起こり、テストライダーだったガイとマミは巻き込まれた。月之助は実験失敗を嘆き失踪した。嘘よ。あなたはパテントを独占するために私の父に失敗の責任を全て押し付けた。それが何だってんだ。今さらそんなこと知ったって。アモーマミは生きている。
太郎様、